ドラゴンボールです。ああ、そうだね。悟空対ベジータ。ついさん、最後これやな。髪切ったらいいね。髪、あ、ほんとや。ヤグのあれや、匂うがね。うわぁ、悟空、酒飲んじゃっただけ。はぁ、もう、もうすぐ学校やな。まだ、んまだまだ宿題終わったの？終わった。全部終わったの？終わった。日記も終わった。日記も終わってないよ。タイプは？タイプは終わった。なかったら5人面談しますんで。5人、うん、で、ね、もうちょっとしたら見学でクレストを行ったんですけど、違う事業所から見学に行くんですけど。何時頃？多分今、もうすぐ着くんじゃないかな。まあ、とりあえず、面談します。高須で見学やったけど、うん、ちょっと社長は、ちょっと好きなんかな、うん、やりやすい、うん、まあ、まあ、まあ、見えたらまた動きますわ。はい、ちょっとごめん、こっちの車やな、うん、ちょっと早くもごめんね。え、何やってんの？ちょっとお部屋貸して。あー、これだけやめ、ちょっとお話しするでね。はい、まず、小野田さんから言いますわ。あ、はい。